やっぱハイフは変なことするとね、事故が起こってるんです、昔ね。例えばエステなんかで、まあ医療用のハイフと同じぐらいのエネルギーを上げちゃってね、その白内障を作っちゃったっていうね、そういう事故もあったぐらいなんですよ。みんなで生きよう100年チャンネル。どうも梶原です。たがみんです。よろしくお願いします。先生、うん、最近、うん、加工アプリじゃなくて無加工アプリが流行ってるのって知ってます？あ、何の話？写真を撮るときに、うん、昔は、うん、どれだけ可愛く加工して可愛く見せられるかみたいな。ああ、携帯で撮るやつね。そうです、そうです、はいはいはい、今はそれが無加工なのが流行ってるんですって、うん、だからもう私鏡見ながら大丈夫かなってめっちゃ気になりますもん。だからブルドッグ顔っていうのも聞いたことがあって、ああブルドッグじゃないよねって鏡毎回真剣に見てます。いやそれね、僕も実は気になってるんですよね。え、本当ですか？うん、あのね、コロナ以降ズームとかね、オンラインでいろいろ会議とかセミナーとかあるわけですよね。あ、うん、でこうやってその自分の顔が映るわけですよね、はい、そうするとね、なんかたるんでるんですよ、ここ。あ、わかります。気になりますよね。なんかすごい年取ったなみたいなね感じするんですよ。皆さんもね、オンラインのソフト使ってる方はちょっと気になりますね。うん、ね、はい、今よりも進行してほしくないんで、うん、ぜひ予防とかあったら教えてほしいです。この辺のたるみで言うとね、そのいつも重力で下に引っ張られてるわけですよね、うん、だからたるんで当然なんですけど、若い頃たるまなかった理由はこうピンと張ってるからですよね、うん、つまりコラーゲンとかエラスチンとかそういうピンと張るような仕組みがちゃんと整ってるからだと思うんですけどね、はい、それがだんだん年を取ってくると、まあ、繊維状のタンパク質が減ってくるとか、長いものがね断裂するとか、そういうことで構造が弱くなってくるから重力に耐えられなくなってくるわけですよね、はい、うん、っていうことになってくるとね、まあ、やっぱりそういうものは加齢以外にですよ、やっぱり紫外線大事ですね。紫外線ですか？うん、紫外線を避けるって話ね。繊維状のタンパク質を断裂させる働きがあるんですよ、うん、それから繊維が細胞ってそういうタンパク質を作ってる細胞に対しても、まあ、ダメージを与えるっていうことがあるから、はい、繊維自体が少なくなり、それを作ってる細胞も少なくなりっていうと、やっぱ張りがなくなってきて重力で引っ張られてたるんで、ブルドックになるってことですよね、はい、うん、紫外線は一つね避けなきゃいけないですよね、はい、ブルドック顔になりたくなければ日焼け止めをちゃんと塗らないといけないってことですよね。僕なんかね顔何にも塗らないですからね。本当ですか？化粧水もつけなきゃ何にもしてないんですよね。本当ですか？うん、ちょっと反省してね、はい、まあ、ちょっと老化と少しでもね戦おうかなと思ったら、うん、お手入れしなきゃいけないのかなと思ってますよ。え、先生、紫外線のことは分かったんですけど、うん、他何があるんですか？例えば喫煙とかは絶対良くないです、やっぱりね。あー、喫煙ですか、うん、喫煙はね、発がん性とか置いといて血管を収縮させるっていうね、うん、でこれは本当にもう体中良くないわけですよ。お肌にも良くないしね、頭皮にも良くないし、うん、目にも良くないし、血管をとにかく縮めるってことは血流悪くなるわけですよ、うん、だから体中ね、どこのパーツにも良くないじゃないですか、うん、それからね、酸化反応が非常によく起こるんですよね、喫煙すると、はい、うん、体中で起こる酸化反応って老化の一つの大きな原因じゃないですか、うん、だいたい喫煙してる人の方がシワが多いですよね。例えば一卵性双生児でね、はい、喫煙する方としない方とで同じ年齢でシワがどっちが多いかとかね、はい、あるんですよ、そういうのがね、うん、それからやっぱりね、顔で言えば過度にマッサージをするってね、あー、うん、やっちゃうな、ね、前ほら美顔ローラー、美顔ローラーね、はい、まあ、適度にやるとねいいのかもしれないんですけど、やりすぎると皮膚が伸びちゃいますからね、伸びてたるむってことですよ。でたるむってことは、はい、結局ここがブルドッグに近づいていくっていうのですからね。めちゃめちゃ気持ちいいからやっちゃうんですけどね、うん、動かせば動かすほどシワっていうのはできますからね。だから変な表情筋トレーニングもね、まあ、ちゃんとしたり理論があるのかもしれないんですけど、素人がね何も知らないでやってると、やっぱり動かすことによってシワが増えたり、うん、やっぱそれは気をつけた方がいいと思うんですよ。であとはね、やっぱ食べ物ですよね。食べ物ですか？うん、週末糖化産物ですよね、うんうん、要するにアドバンストグライケーションエンドプロダクツ、エイジズですね、はい、要するにタンパク質に糖がくっついちゃったようなもの、老化する老廃物の一つですよね、うん、起こりやすいのはどういう条件かっていうと、高温で調理した場合、はい、だから生ものはあんまりそういうことは起こらないでしょ、うん、それから茹でたり煮たり
蒸したりっていうと100度いかないわけですよ、はい、だからそういうものも起こりにくいですね、うん、でも100度超えてくると今度は油で揚げるとかオーブンで250度で調理するとかってなってくるとそういうものが増えてきちゃうんですよね、うんうん、だから高温で調理されたもの要するに揚げ物とんかつとか、はい、軟骨の唐揚げとかそういうやつですよね、うんまあ、それとか高温じゃないんですけど加工肉なんかはねハムとかそういう加工肉作ってらっしゃる方にはちょっと申し訳ないんですけど作る過程でね非常に栄養が大量にできるらしいんですよ。だからそういうものとかね、はい、あとはポテトチップフライドポテトか、うん、気をつけた方がいいですよね、はいうん、それから逆にですよ、うん、酸化反応をね糖化も含めた酸化反応を防ぐような食べ物をたくさん逆に取ってもらうとか、うん、っていうことが大事ですよね、うん、酸化を防ぐ食べ物って何ですか、うんまあ、いろいろありますけどね例えば皆さんがよく知ってるのは抗酸化作用のあるビタミン C と E ですよね、はいうん、だからビタミン C っていうともういろんな果物入ってるじゃないですか、うん、イチゴとかキウイとかも多いっていう話があるでしょ。ビタミン E とかっていうのはねいろんなものに入ってますけど例えばナッツなんかにも多いですよね、はい、適切な食事っていう意味で言うと地中海式のダイエットの中にねそのナッツ類を結構取るっていうのはビタミン E をやっぱり多く取ってるんだと思うんですよね、うん、それからそれの関連で言うと特にそうですけど Y に入ってるポリフェノールですよね、うんうん、でポリフェノールっていうのもこれは植物性の色素のものが多いですけども、まあ、5000種類ぐらいあるって言われていてね抗酸化作用がやっぱ強いんですよ。ですごくたくさん種類があるからいろんなところから取れますけどコーヒーもそうだし、はい、カカオとかね、そういうところからもいろんなポリフェノール取れますよね、うん、あとアントシアニンっていうね部類に属するポリフェノールが結構神経細胞の寿命を伸ばす作用のあるその神経栄養因子っていうのをねのレベルを上げるって話があるんですよ。だから私がね今取り組んでるサプリメントもアントシアニンのねうちのシエリジンっていうものを特にね大量に含むものを今作ってるんですけども、はいまあ、そういった意味ではねお肌以外にもね神経に対してもいい作用があるだろうということで、うんまあ、取り組んでるんですけど、まあ、ポリフェノールはねそういう作用もあるんですね、まあ、特に抗酸化作用っていうのがありますから血管にもすごくいいわけですよ、うん、ポリフェノールは体いろんなとこへ、行きますから行き先で抗酸化作用を発揮してくれるっていうことなんで、まあ、そういったものを多く取ってもらうとかね、はいまあ、そういうね、はい、いろんな方法紫外線だとか喫煙だとか過度なマッサージだとか、そういうものをちょっと下げてもらったりとか食べ物でいいものは取り入れてもらってブルドッグになりやすくなるような食べ物は避けてもらうと、まあ、そういうこと必要だと思うんですよ、はい先生今って対策、うん、予防法に近い話だと思うんですけど、うん、なっちゃったことに対しての何か必殺技というか、うん、アドバイスないですか。そうですね周りたるんじゃったらね、うん、引っ張り上げてちょん切って縫い付けるっていう、切るんですか、うん、それから糸リフトつってね、はい、糸を入れて引っ張り上げるっていう方法もあるでしょ、うんうん、ただねやっぱね切りたくないですよね、うん、僕もねちょっと切ってまでとは思わないですよ自分で、はいうん、時々ねやっぱりいかにもそういうの何度もやってるなみたいな顔の人ね出会うことありますけど、うん、やっぱちょっとね違和感強いですよね、うんうん、だからそういう意味で言うとやっぱりタガミンも私もやりましたけど HIFU はいいと思いますよ。HIFU、うん、ですね、うんまあ、HIFU ってね初めて聞く人もいるかもしれませんがハイインテンシティフォーカストウルトラサウンドって言ってね虫眼鏡で太陽の光を集めてね、うん、いやまあ焼くのあれは光っていう波を使ってますけど音っていう波を使ってね皮膚の表面じゃなくある程度の一定の深さのところにそれ当てていくっていうやり方ですよね、うん、でねうちは基本的にはね、はい、目の周りになんとかならないですかっていう患者さんが多くて、うんまあ、目の周りっていうことになるとお悩み多いなっていうことでね、HIFU実は始めたわけですね、うん、目の周りってやっぱりね難しいですよ。例えばねやっぱ HIFU は変なことするとね事故が起こってるんです昔ね。例えばエステなんかで本当はねあんまり出力上げちゃいけないんですけど美容用の HIFU の機械で、まあ、医療用の HIFU と同じぐらいのエネルギーを上げちゃってねでしかもまぶたの上からやっちゃってねその白内障を作っちゃったっていうねそういう事故もあったぐらいなんですよ、はい、だからむしろね最近は目の周りはなるべく皆さんいじりたがらないやる側がね、うん
うん、になってきちゃってるんですよね。でうちはまあ眼科だからね、目の周りのことはよく分かってるので割と積極的にやるんですよ、うんうん、もちろんね効果は個人差あるんですけど、やるたびにね少し目がパッチリして嬉しいとかね、小じわが薄くなって嬉しいとかいろんなことをねで喜んでくれる人いるわけですけどね、まあ、特にこの頬もね、ここのたるみを引き締めるのにハイフが一番やっぱりいいと思いますよね。でさらに表面のねもう少し浅いところに当てると、はい、毛穴の引き締めだとかコラーゲンの再生をこう刺激してくれるんで、コラーゲンがちょっと増えてね張りやツヤがね少し良くなるっていうね、そういうのもありますよね。だからハイフのいいところはね、はい、外科的に切った貼ったをやるのに比べて、まあ、すごく劇的にね何かを改善するとかね、そういうことよりはむしろなんとなく綺麗になったとかね、なんとなく若く見えるとか、マイルドな、ね、効果を期待する人の場合はやっぱハイフが一番いいと思いますよね。うん、まあ、ハイフについてはですね、その効果とか施術の様子とかね、カウンセリングの様子とかもね限定の動画でお伝えしてますので、概要欄にもねその限定動画のリンクありますから、それご覧になると、あそういうもんなのかっていうのはよくわかると思うんですね。で劇的じゃないとは言いましたけど、まあ、実を言うとね、はい、結構劇的に良くなる人いるんですよね。限定公開の動画でもねビフォーとアフターで明らかに違うっていう人もいますからね、まあ、ちょっとそれもね一つは考えてみるといいかなと思いますね。まあ、できちゃった場合は、まあ、ハイフに頼ってみるっていうのもありかもしれないってことですね。うん、まあ、ハイフの場合はね他にもいいところって言ったらやっぱりダウンタイムがないってことですよ。結局傷をつけないわけだしね、はい、やった後ね、すぐそのままお化粧して帰れるっていうのはね、まあ、これは本当にいいと思いますよ。うん、あと当然ながらね痛みも、まあ、大したことはないわけです。多少痛みはありますよ、はい、うん、だけど全然その切った縫ったとかねそういうのに比べたら全然痛みないですよね。うん、だそういう点がすごくいいんじゃないかなと思いますね。いやブルドッグ顔なっちゃったら、まあ、ハイフが解決してくれるかもしれないっていうことは分かったんですけど、日頃の予防っていうのも大事なんだなっていうふうに思うと、美を追求するって難しい難しいんですね。まあね、だからね僕も最近気になってきたんで少しちゃんとお手入れをして、はい、と思いますね。まあそのいろんなね情報を LINE でもお届けすることがありますね。時々プレゼントなんかもありますからね、概要欄から、公式 LINE のねリンクを探していただいて、そちらでもお友達になってもらえるといいかなと思いますね。カジュアルアイケアクリニックではスタッフを募集しています。眼科の先生や首脳訓練士はもちろん、資格がなくてもできることがたくさんあります。究極のサービス業、医療の世界で輝きませんか？私たちと一緒に眼科難民を救いましょう。詳しくは概要欄をチェックしてください。まあ、今日はそういうことでブルドッグ顔、はい、私も最近気になってきたんでね、そういう話しましたね。皆さんのお役に立ったでしょうか？役に立ったと思った方はチャンネル登録といいねをお願いいたします。ベルマークを押していただくと動画が上がるとお知らせがいきます。チャンネル登録するとベルマークが出てきます。それじゃあまたね。